皆さんこんにちは、ガナーマサコです。今日私は、エネルギー問題に関してのインタビューを、させていただくために、こちら、ポスト石油、戦略研究所にお邪魔しております。それでは早速お話をお伺いするゲストの方をご紹介したいと思います。ポスト石油戦略研究所代表の大場則明さんです。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は大場さんのお話は前から実はツイッターなどフォローをしておりまして、本当ですか？ありがとうございます。で、CPAC が12月の3日に行われましたが、はい、CPAC 知らない方はですね、日米、CPAC ジャパンということで、アメリカでスタートした、はい、アメリカ最大の、保守系、イベント、その日本での会場で登壇されまして、そして今の世界のエネルギー事情について本当に聞いて、日本大丈夫なのかとすごい恐怖感を煽るようなお話をされておりましたが、大変勉強になりまして、もっとお話詳しくお聞きしたいということで本日お時間作っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずはじめにですね、このポスト石油戦略研究所、あるいは日頃大場さんがお話をされていること、はい、紹介も含めて少しお話しいただけますでしょうか。はい、そうですね。普段私は、企業であるとか、あと政府もそうなんですけども、日本のエネルギー政策とか、あとエネルギー産業に関するアドバイスとか、そういったことをお仕事にさせていただいているんですけども、特に会社の名前にポスト石油って書いてあるようにですね、エネルギーって、イメージでいくとどうしても太陽光パネルとか、なんか風力とか、あと原子力とかっていうものをイメージされる人が多いと思うんですけども、実際のエネルギーの使われているものの大半ってまだ化石燃料なんですね。なので、化石燃料がたくさん使われているよってことを、まずもう一度再認識してもらうっていうことと、あとその中でも、特に石油と天然ガスと石炭とあるんですけども、その中の石油に特に注目しているっていうのが、私の、研究所の特徴ということになりますね。はい、この、種類がある中で特に、石油にされているというのは、第1はどういった理由なんでしょうか。はい、これは本当古くて新しい問題なんですけども、70年代に石油ショックとかあったかなと思うんですけども、当時から、石油の一滴は血の一滴とかって言ってですね、重要なエネルギーだってことは、皆さん分かってはいるんですけど、あまりこう話題にならないですよね。で、目で見ることもほとんどないですし、ガソリンスタンドで入れても、実際石油ガソリンそのものを目で見ることってほとんどないじゃないですか。電気も見えないって言えば見えないんですけども、で、ニュースでも、たまにこうガソリン価格が上がると、高いなと思ったりするぐらいで、こうなかなか馴染みのないところなんですけども、そしてこれから先の未来は、電気自動車だよねって思ってる人も多いじゃないですか。はい、なのでなんか大丈夫だろうって思ってる人が多い中で、結構いまだにこう重要な役割を担っていて、それはこう無視できない問題だっていうのが、私の問題意識になっていてですね、そこをこう改めて注目して、日本としてどういったことをやっていけばいいかっていうことを、特に注目して主張しているというようなところですね。そういうことなんですね。はい、私もエネルギー問題に関しては、本当に勉強中で、まず何て言うんでしょう、何から学んだらいいのか、その石油にとかエネルギーについて知りたいと思っても、あまりにも情報も多すぎるし、でまた世界の情報を集めないと理解ができない分野じゃないですか。はい、その通りですね。で、はい、この間の CPAC の、登壇された時に、実は、西洋諸国がヨーロッパに、ロシアに対して制裁をしているって言われているけれども、でも実際はそうではないっていう話、そしてまた来週から本格的に始まって恐ろしくなるんだと。そうですね、その CPAC の時は来週からだったんですけども、今この撮影時点だと先週から、先週そうですよね、12月5日から第8次制裁パッケージというものが、
発動して、それがこう私の見方によればですけども、本格的な最初のエネルギー制裁が始まったっていうことになると思います、うん、はい、このCPAC参加されてない方もいらっしゃると思うんですが、はい、もう一度お話をされたことを教えていただけますでしょうか。今こう日本で生活していると、エネルギー価格、電気代、ガソリン代がちょっと高いよねっていうのはこう感覚としてはあると思うんですけども、そしてなんか来年度からまた上がるっていうニュースも出てると思うんですけども、ヨーロッパではもう日本なんかの比じゃないことが起きていて、もう電気代、ガス代でもう数倍のレベルに達している国がもうたくさんあるんですね。でその特に貧困層なんか行くと、その光熱費が払えないとか、そういう事態が発生するレベルになっていて、それがなぜ起きているかというと、これもイメージ通りだと思うんですけども、ロシアがガスの供給をほとんど止めているからなんですね。でそれもそのどういったんですか、今戦争をウクライナとロシアでやっているので、戦争で上がっているっていうのもあるんですけども、あとどっちのせいだっていうのも、もちろん戦争はロシアのせいだっていうのが一般的な見方かなと思うんですけども、じゃあガス止めてるのはどっちだって言われると結構微妙なところがあって、ガスを止めてるのはどっちだ。そうですね、要するに EU 側も自分たち側からですね、ロシアからのガスは買わないと先に言ってるんですね、で買わないと言って、でじゃあというので契約を少しずつ打ち切っていったらけしからんと、いらないと言ってるのに止めたらけしからんというという、非常になんか、いびつなというかですね、不思議な対立構造になっていて、で最終的にはですね、ロシアからドイツにつながっているバルト海を、海底を結んでいるノルドストリームというパイプラインがあるんですけども、これが相当大きなパイプラインでして、このパイプラインが9月の26日に、何者かによって破壊されるという、事件があったんですね。でより詳しく言うと、ノルドストリームパイプラインって、主に2本あるというか、2つの系統があって、で、ノルドストリーム2と呼ばれる2つ目の系統の方は本当であれば今年稼働している予定だったんですけども、これは戦争が始まる前ですね、ウクライナ侵攻の始まる前にドイツ政府がこれはもう使わないということを自ら宣言して、そのロシアが迫ってきたっていうことを受けて、制裁としてパイプラインを使わない宣言をドイツが先行してるんですね。でその2つのパイプラインがあって、で9月の、段階ではロシア側も、いらないって言ってたんで、いろいろ理由をつけて止めてたんですけど、止まっているパイプラインを何者かが破壊してしまったので、もう使えない状態になっていると、で、より正確にはそのノルドストリーム2の方の一部の、ラインは残ってるんですけども、使わない宣言をしているので供給できるんだけども、やらないという状態に今あるんですね。そんな形で今供給量自体はものすごい減っているんですけども、それで今なぜヨーロッパが大丈夫かっていうと、すごく高い値段でですね、アメリカとか、中東とかから、液化天然ガスといって船でガスを運ぶ方法があるんですけど、それを買い漁って、それで、この冬のために溜め込んでたんですね。もう一つは、値段が高いので産業が相当その消費量を減らしてて、で需要が例年の 15% とか 20% ぐらい少ない状態なんですね。消費が高くて消費が少なくなっていて、でそして世界中から高いガスをかき集めているので、結果的に今在庫は非常に大きい状態になっているんですけども、ただこの供給が少ない中でこの在庫を減らしながらこれから冬を越さなければいけないので、結構厳しい。要するに暖冬だったら大丈夫だっていうふうに言われているんですけども、で秋の時点では結構暖かかったんで良かったんですが、今月入ってですね、例年の
30年の平均温度を10度ぐらい下回るんじゃないかと言われていてですね、この1ヶ月で 7% 在庫減っちゃったんですよ。でこのペースだとちょっと春まで大丈夫かみたいなちょっと今心配もあるんですが、まあ繰り返すと、その非常に重要なパイプラインが何者かによって破壊され、ロシアからの供給は8割ぐらい減らされている状態で、高いガスを買い集めて今なんとかしのいでいるという状態で、それでも光熱費非常に高いので、暖房の設定温度を1度下げるだけで、高齢者のヒートショック の死亡率が 0.7% 上がるとかっていうのがあってですね、一説にはウクライナでの死者よりもヒートショックによる高齢者の死者の方が多くなるんじゃないかっていう説があるぐらい、結構深刻な、状態なんですね。それと比べると、日本はまだですね、なんか高くて 1.5 倍ぐらい電気代が上がるということで、大騒ぎしてるんですけども、ヨーロッパの大変さに比べればまだ幸せの方そういうことですね、と言えるかなと思うので、ヨーロッパ、遠いですけど比較的日本からすると、馴染みのある国が多いかなと思うんですけども、そういった国々でもですね、今すごく大変な状況にあるんですよ、ということをまずあの時お話ししたという感じですね。確かあの時にそのヨーロッパのやっていることっていうのが、今もう自殺行為ともう言ってもいいぐらいというふうな表現のされ方してたと思うんですが、じゃあ私も今年の7月から3ヶ月ぐらいヨーロッパに行ってまして、でその現地の人たちの会う人たちにこう、どうですかとか、電気代どんななってますかとかって、そういう個人的なものを聞いたりとかして回ってた時に、もうなんて言うんでしょう、薪をもう買いだめてるとか、うちは薪がないから、暖炉がないからもう電気代どうなるかわからないとかっていう状況、本当になんか生活レベルでそういう話だったんですよね。で、それが7月ぐらいから行っていて、で実際ホームセンターとかに行って、一人の個人の話とかって、じゃあそれが全てかってそうじゃないじゃないですか、で実際にだからショッピングセンターにちょっと行ってみようと思って、DIY のお店でしょうか、ホームセンターみたいな、ホームセンターですね、で、どんななってますかって、もうこれが最後だよみたいなのが言ってて、めちゃくちゃ売れてるってことですね。そうなんですよね、でもなのに、なんか向こうの政府はその木いっぱい生えてるじゃないですか切ったらって思うわけですよ。そしたら木を自分のお家の庭に生えてる木でも切っちゃいけないって法律でなってるとっておっしゃってて、今切ったところで乾燥させないといけないからすぐ使えるかっていう話もありますけど、だからなんか簡単じゃない簡単ではないですね。だから一体なんかこのヨーロッパの国民たち大丈夫かと思って心配してたんですけれども、案の定だった悪くなっている感じで、そうですね、8月が一番ガス代が高かった瞬間だったんですけども、そこに比べると11月にかけてガガガッとこう値段が下がってですね、なんか大丈夫じゃないかっていうふうに一時期こう思われてた時もあったんですけども、実際にこう冬に突入してみるとですね、やっぱりこう暖房の重要性が上がってきますの でまた少し値段も上がり始めてきて、そうすると本当に大丈夫かというふうになってきていまして、でその、自殺行為っていうふうに言ったのはですね、その暖房の不安っていうことも一つあるんですけども、12月5日にスタートした、制裁っていうのがどういったものかというと、12月5日以降はヨーロッパ、EU の約 90% に相当する流通なんですけども、 90% の、原油、石油の、元というかですね、原油のロシア産の原油輸入の 90% を、新たな契約することができなくなると、輸入の禁止ってことですね、簡単に言えば、なのでどういうことかというと、12月4日までに契約してた分は輸入していいんですよ。
で実際してたわけですね、はい、繊細って言いながらも、はい、ああそうですもう全然してました、はい、普通に、はい、もちろん一部の事業者は、取引量を減らす などしていって、その分がインドに流れたり中国に流れたりとかしてたんですけども禁止されていたわけではないのでロシアからもう何も買ってないと思ってたイメージで思ってた方もいるかもしれないですが、実際にはガスも止められてるというか、まあ、パイプライン止まっちゃってるんで、止めるしかないんですけどもそれ以外の陸路の、ウクライナ経由とかあとトルコ経由の天然ガスっていうのは未だにロシアから買ってますし一体な我々が聞いてたのはじゃあ何だったんでしょうかあれはだから買わないっていう宣言って言ったらいいですかね、これから買わないこれから買わないぞ宣言、はい、でガスに関しては2032年までに、ガスの購入をロシアからのガスの購入をやめるっていう計画が発表されたあ2032年、はい、にはもう買わなくなるなるという計画を立てて、まあ、そこに向けて徐々に減らしていくという、まあ、対策をやっているというのが天然ガスに関してで石油に関しては、まあ、買ってないだろうって思い込んでいる方が何でいるかって言ったら5月ぐらいにロシアからの石油輸入を禁止するって、まあ、宣言したんですね、その5月に宣言した制裁が12月5日に発動したんですよあ、はい、あ言ってることと具体的にそれが実行されるのか、はい、タイムラグがあったと5月の時点で12月5日に輸入を禁止するってことを、まあ、決めたっていう感じですねなのでこの7ヶ月間ですかの間はいや実際は輸入してたわけです逆に言うとということなんで、まあ、あと石炭に関しては8月に止めてますね、石炭は8月に止めてるんですけども、石油と天然ガスは今言ったみたいに、本当に止めてるわけではなくて12月5日以降は、90% の流通はストップすることになるんですけどもさっき言ったように4日よりも前の契約分はまだ輸入してもいいので、はい、なので別にこう瞬間で、供給がストンって止まったわけではなくて、駆け込みで契約した分がですね、これから入ってくるんですよああそういうことなんですねはいでそのスピーチの時におっしゃっていた5日から本当の制裁ということで輸入ストップしたら、はい、もうとんでもないことになるっていうお話されてたじゃないですか、はいで日本に我々住んでいて生活レベルでは、まあ、石油が上がったらその、全部影響あって、はい、何でも上がると、はい、で実際に上がっているちょっと上がってるなっていう感覚はありますが、はい、それが実感的に どこまで悪化するんでしょうかそうですねこれは結構難しい問題で、とんでもないことになるって言ったことの、まあ、意味はいくつかあるんですけどもまあ、当然ですねロシアから買わなくなった分を他から買ってくるわけですよ、はい、ヨーロッパはなのでいきなりその 90% の石油が、ヨーロッパの人たちが使えなくなるわけではなくてロシア以外からの購入が増える、うんことになります。そうするとロシア以外の国、まあ、主に中東とか、あとはどこですかねアフリカあと、まあ、アメリカもわずかながらですけども輸出しているのでアメリカとかそういうところから買ってくると思うんですけども、まあ、ロシア以外限られてるわけですよねロシアだけでも 3,4 割ぐらいシェアあるので、うん、それ以外の国の流通をヨーロッパ向けに回すっていうことになります、そうするとロシアから買えない国同士で、まあ、ある種取り合いみたいな形になるのでそこでその、ロシア以外の石油の値段というものが、まあ、上がる可能性があるっていうのが、まあ、あの時に言っていたことの一つなんですねでもう一つはそれだけのかなりの量の流通してたのでそれだけの量が、ロシアからヨーロッパ向けに向いてたのが例えばアジア向けに行き先が変わって、でかつヨーロッパはロシアから買っていた分を世界中からかき集めることになるじゃないですかそうすると船のなんて言ったらいいですかねサプライチェーンというか、船のタンカーの、動く向きがこう大きく変わるわけです、でまあ端的に言うと、タンカーが運ばなければいけない距離がすごく増えるわけですはい、今までロシアから1週間ぐらいで買ってた
石油を、まあ、世界中から何ヶ月かかけて買い集めないといけなくなるので、単価が足りなくなるんですよ、うん、なので一番大きく効いてくるのは単価の、需要が急激に増えることによって、まあ、単価の運賃が上がったり、まあ、単純に足りなくなったりとか、うん、あと行き先が変わるとですね、なんか渋滞が起きたりとか、うん、まあ、何が起きるかもう分からないですね。あ、じゃあもうなんか今までのエネルギー市場の構図がもう変わるということですか。そうです、そうです、はい、おっしゃる通りです。でさらにあの話を難しくしているのが、